はい、どうもこんにちは、ぺんぺんです。今回も6マイクでやっていこうかなというふうに思います。今回の動画なんですけども、約1秒強でできるバーチクソやばいね最強効率バグのかけらの集めを紹介しようかなというふうに思います。バグのかけらをね集めると何がいいかというと、バグピーストレーダーに使えたり、超絶可愛いねウイルスのご飯にも使えるというところになっております。主にバグピーストレーダーにね対戦チップ集めが、主流だと思います。で、本題に入るんですけど、何をしていくかというと、エグゼ3でね有名なバグかけらの集め方法はガツマン狩りです。で、この従来からある無慈悲ないじめなんですが、今までだと7秒から10秒かかっていました。はい、従来のやり方だとガツマンの動きに合わせなきゃいけないために、そのミスが生まれてしまって、カウンターのミスも出てきたり、あとは秒数、まあさっき言った7秒から10秒かかってしまうというところです。今回紹介するのはめんどくさい過程をなしにして、約1秒強でねガッツマンをしばいていけるというところです。まず準備としてはデスマッチ2が必要になってきて、またレギュラー容量が50メガバイト以上必要になってきます。あとナビカスタマイズでエアシューズも必要になってきます。このやり方を使えばガッツマンを拘束させて、メテオしかできない任天堂のゴリラにすることができます。仕上げにね、無慈悲なガッツマンの対面に行き、攻撃のタイミングでバスターすればデリートと、一番早くて 1.88 秒でガッツマンをしばけます。もしガッツマンのね動きに合わせるのがめんどくさいと思っている方は、このやり方を使ってみてください。以上、バックマン狩りでした。